おはようございます。おはようございます。今日はどんな練習する予定ですか？今日は茨城ゴルフさんにお邪魔してるんですけど、まずショットの練習をして、それからアプローチパターを、やりたいと思います。じゃあショットはどういうところに重点を置いてやる予定ですか？はい、そうですね、まあボールの位置とか、あとバックスイング今ちょっと気をつけてるので、そこのバックスイングがこう気をつけなくてもできるように、繰り返し繰り返し体に染み込ませるように練習していきたいと思います。なるほど。気をつけるっていうのは具体的に言うとどういう？そうですね、軸を大事にしたいなと思ってるので、今までのスイングだと結構下半身も、あれ消えた、なんで多分取れてないのかな。はい、具体的にはどういうところを気をつけますか？具体的にはバックスイングで軸を大事にしたいと思ってて、で今までのスイングは結構下半身も一緒にこう無駄に動きすぎているというか、切り返すタイミングでちょっと使いすぎてる分遅れてきちゃって右に飛んでったりとかっていうミスが多かったので、そこをこう自分の軸を感じながらバックスイングして、自分の体がいけるところまででバックスイングを止めて、そこからパワーを出すっていうスイングに変えてます。ちょっと言葉で表すのは難しいんですけど。なるほど、はい、では頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
ちょっといいですか。はい。今それは何番アイアンですか。9番アイアンです。はい。で今日のその課題としてたことはできている感じ？意識はしてるけど、すごい今できてるかって言ったらそうでもない。なんでと思う。なんでなんだろう。なんか感覚今日違うかなっていう感じかな。日によって違うって感じ。うん。できる時もあれば、できる時もある。打ってて。あ、でもできない時が今日は多いかなと思います。確かに、なんか今日はいいね、今日はいいって昨日言ってたような気がする。うん、そう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 。今日はあんまり良くない。あ、うん、そうなんだ。なんだろう、何かちょっとなんかタイミングとか、うん、バックスイングの時に、うんうんうん、あ、ここがちょっと違うなとかがあるなと、うん、なるほどね。いろいろそれが何かは今のところ分かってる。うん、ありがとうございました。はい、ではまた。